時計メガネアクセサリーリコーーコでございます今回ご紹介するのは腕時計のですねああのまあ、電池交換などで蓋を開けるとき使うあの工具ですねこじ開けとあとその蓋を閉めるときの工具側締めをちょっとあのお見せしたいと思いますこ、まあ、じ開けというのは、まあ、私でも使っているのが主にこう3タイプなんですが、まあ、一番ポピュラーなのがこのタイプですね でもう一つは、こう,うちょっと薄い手ですね。薄型の時計なんか開けるときこういう使う場合あります。まあ、あと、こういうナイフ型って言いますよね、こういうのを主に使っております。それと蓋が硬い場合ですねあの、このような側締めという工具であの最終的に手で締まらない場合も結構ありますので、そういう場合はこういうものを使ってですね、その時計の大きさによってまた様々なこういう コマがありますこういうタイプとか、あとは少しこう大きめのこういう、これはプラスチックでしますよね。それとあの大きい時計ですね、懐中時計とか、ビッグウォッチの場合はこういう大きいこういうものを使って締めることもございます。